本日は令和5年度第1回の書写検定試験で口筆と毛筆の1級にダブル合格した生徒さんにインタビューをしてみたということでやっていきたいと思います。インタビューをしている動画もあるんですけれども、少し尺が長くなってしまったので、そちらは後日インタビュー動画を開ける予定でございます。今回は要点だけお伝えをしていきます。まずは今回インタビューをさせていただいた生徒さんはどんな方なのかっていうのを説明をしていきたいと思います。まず私の教室に入会された時期や合格までのレッスンの回数なんですけれども、2022年1月頃に私の教室にご入会をされました。その当時はですね、最終的に口筆と毛筆の1級の合格を目標とされておりました。そして月2回ほど1回50分のオンラインレッスンを Zoom で実施をいたしまして、2022年6月に最終レッスンを実施しまして、だいたいレッスンの回数が38回レッスンとなりました。レッスンが終わった後は毎回添削したものはデータにして保存をしております。こんな感じで、保存をしております。このデータはスマホとかで、見られるようにしてあります。こういったレッスンを経て、今回令和5年度第1回の試験で、口筆と毛筆の1級ダブル合格されたということですね。次にですね、こちらの生徒さんの書写検定の受験履歴なんですけれども、こちらはちょっと別のスライドで説明をしていきたいと思います。はい、まずはですね、私の教室にいらっしゃる前にこちらの生徒さんは口筆と毛筆の準1級を初めて受験されたそうなんですけれども、どちらも理論合格のみで実技が不合格という状況のようでした。そして2022年1月にご入会されて、3回レッスンを実施しまして1月の試験を受けたんですけれども、その時も残念ながら不合格という風になってしまいました。で、次に6月の試験を受けられまして、この時にも口筆と毛筆の準1級をですねダブル合格をされております。次に11月の試験で口筆1級だけを受けられましたが、理論合格のみで実技が不合格という風になりました。次に1月の試験で再び口筆1級だけを受けられたんですけれども、この時も残念ながら不合格という風になってしまいました。そして最後6月の試験ですね、受けられまして、この時に口筆と毛筆の1級両方を受けられたんですけれども、ダブルで、合格されたという経緯になります。さらにすごいことに毛筆は一発合格ですよ。すごいですよね。はい、次にですね、こちらの生徒さんの書歴なんですけれども、5歳頃から中3の頃くらいまでは近所の習字教室で習われていたということです。教育系の書道団体ですね。だいたい頻度としては週に1回、1回1時間30分から2時間くらいのお時間だったそうです。中学を卒業を機に一旦教室を休止されたということです。高校から社会人になるまでは学校の授業でやる程度ということでした。そして社会人1年目以降から復帰をされまして、近所の習字教室、同じところですね、通われたそうで、その後はですね、4年でペンと毛筆の師範を取得されて、その後かなの方も4年で師範を取得されたということでした。つまり8年間で、ペンと毛筆とかなですねの師範を取得されたということでした。通いの頻度は週に1回2時間半から3時間ぐらい習われていたそうです。しかもこの時先生のご厚意でマンツーマン指導を受けられていたということです。でその後はご結婚を機に一旦教室をまた休止されたそうなんですけれども、現在は再開をされているそうです。はい、次にですね、合格をされましたこちらの生徒さんにいろいろとインタビューをしてみました。インタビューをした内容はこういった内容です。まずはオンラインレッスンの感想なんですけれども、オンラインレッスンは初めてだったので、まずは体験から始めてみたんですけれども、特に支障は感じなかったので、レッスンを受け続けてみようと思ったということでした。私のレッスンの感想はというふうに聞いてみたんですけれども、感覚を言語化するのがすごくお上手で、論理的に話すから分かりやすいと、教えてくれることが毎回知らなかったことばかりでレッスンが新鮮ですというふうにおっしゃっていただきました。一級合格までに一番辛かったタイミングはどういったタイミングですかっていうのを聞いてみたんですけれども、はい、草書の学習がしんどかったというふうにおっしゃってました。あとは試験直前に口筆1級の書写能力診断テストで高得点、548点ですね、取れたのに不合格だったということをおっしゃっていました。しかもですね、その時指摘項目がねすごくたくさんあったんですよ。じゃあ、あの高得点は一体何だったのっていう風にすごくね、落ち込まれておりました。次に、1級の合格は自分でもできると思いましたかっていう風に質問をしてみたんですけれども、初めて準1級を受験する前までは、そういう風に思っていたそうです。しかし、不合格になったことで、合級をしてしまったと。準1級ですらこの難易度なのに、1級なんてもう不可能なんじゃないかという風に思ったそうです。どういった練習をしていましたか、練習時間も教えてくださいという風に質問をしてみたところ、準1級から1級の合格を目指していたときは、お仕事をしつつ、空いた時間で練習をしていたそうです。だいたい毎日1時間から1時間30分は、必ずしていたそうです。で、口筆1級に2回不合格になったことによって、それまで続けていたパートのお仕事を退職されたそうです。これについて理由を聞いてみたら、いずれ書を仕事にするんだからというふうに思い切ったそうです。で、書写検定の勉強はもう将来の自己投資の時間だというふうに思ったそうです。あとは専念することで言い訳ができない状況を自ら作り出したということですね。私はこれを聞いた時に、プロフェッショナルとしてのマインドが
揃っているなというふうに思いました。その後はですね、毎日5時間から6時間ほど練習を続けたそうです。ただやはり一番の課題っていうのは試験中の過度な緊張というふうにおっしゃっておりました。どうすればこれを克服することができるのか、その方法を模索していたところ、緊張してしまうことを日常化した方がいいという記事を見かけたそうです。ですので、例えば別の用事でタイムリミットが迫っているときに、あえてその瞬間に答案作成に取り組んで、その時間制限の中で書き上げるというふうな練習もしていたそうです。つまり普段からとにかく本番に近い環境を想定して練習をしていたそうです。私はこれを聞いて、あ、もうそれ完全にプロフェッショナルじゃんっていうふうに思いました。やっぱりプロフェッショナルっていうのは常にこの本番を想定して練習をしていますからね。最後に今一級を勉強している方にメッセージを送ってくださいというふうに言ってみたんですけれども、一級の合格は私にとって非常に高い壁でしたと。諦めた方が楽なんじゃないかというふうに思う時もあったそうです。でもやっぱりこの書道っていうものが好きだったみたいで、まあ諦めたくはなかったそうですね。不合格になったとしても、それを含めて経験となって将来生徒さんに教えるときに役に立つと思って一級合格まで頑張ったそうです。まあ、つまりですね、不合格の経験というのは無意味な経験では決してなくって、その時の自分の成長のためには必要な経験だったと。まあ、そういった逆境に打ち勝ってこそ、一級合格者だというふうにおっしゃっておりました。はい、今回の動画が一級の合格を目指している方の何らかの参考になれば幸いです。以上になります。